本日一日、皆様方無事故で、怪我もなく、素晴らしいタイムで完走されることを心から、記念をいたしております。今日一日頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。
あります。今出てきた黄色いのグリーンです。グリーン。今ターン、グリーン。そうかな。今降りてくるやつ、そうですか。オレンジは2番ですね。ヤマハがトップになりました。あの難所の前、難所は今トップが上がって、今上がった06番トップですよ。下を降りてくるヤマハの06番、オレンジ色ですよね。違います。え、今修復06、グリーンの06が来ましたから、ちょっと派手なんです。06これです。トップ、トップ、07。いや06です。これが0、これ2番ね。グリーン、グリーン01、あれがトップで、2は来ないね。2来ない。ぶっちくりじゃない。2番来ました。06、2番これ、かなり離されちゃった。ゼロ、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 
東北川崎レーシングチーム山本忠選手です。おめでとうございます。はい、皆さん応援ありがとうございます。今年第1戦第2戦とちょっとトラブルがあって全然ダメで KD の KDX の方が良かったんじゃないかっていう声がちらちらで聞こえてたんで今日は KX で勝てて本当にホッとしています。スタート前はすごい緊張でプレッシャーかかってまして本当にありがとうございます。はい、おめでとうございます。山本選手でした。さあそして FB クラスです。さあ最後の2周のバトル大変面白かったです。そのバトルを制したのはゼッケン136番モトショップ橋本レーシング秋竹哲司選手、おめでとうございます。皆さんお疲れ様でした。さ前半の方に転倒してちょっと順位を落として今日はもう無理かなと思ったんですが今回大阪にありますデアルというサスペンション初級向けの、バルブを製作しているところから提供を受けまして下りのガレとかも吸い付くようなサスを提供を受けまして優勝すればサス部品もらえるということで必死になって頑張らせていただきました。ありがとうございました。はい、おめでとうございます。さあペアルのサスペンションで勝てましたということでした。さあそして FC クラスの優勝はゼッケン234番、バイクボンバー滝村豪選手、おめでとうございます。去年のスズランから JNCC を走らせてもらいましてなんとかここまで、まだ先は長いですが、で先週ちょっとフロントオフがオイル漏れして急遽バイクボンバーさんにて直してもらってそのおかげもあって頑張りました。あと KRC のメンバーの方々にいつも指導していただいて走ることができました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、おめでとうございます。ずっと僕のことを見ながら喋っていただきました。はい、続きまして、FDA クラス FDA クラスの、トップですね、ゼッケン506番チームスライドライド足立拓也選手、おめでとうございます。お疲れ様でした。僕も、去年からここを初めて走って今年下見した段階ではすごい嫌やったんです。でも鈴木の枯れたものとかがすごいあって下見で4回もこけてケツドロドロにして、で今日なぜか枯れの杉がなくなっててすごい走りやすくてよかったです。ありがとうございました。はい、おめでとうございます。さあそして、ウィメンズ A クラスです。さあこちらもですね、逆転での優勝となりました。ゼッケン901番 SRF& フェニック近藤香織選手、おめでとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。前回の広島の時はミスばかりしてでちょっと勝てなかったんで今日はどうしても勝ちたいなって思いながらそれでもすごく慎重にっていうのをずっと頭で考えながら走りました。いつものことですけどピットの方にいろいろしてもらって助かってこうやってやれるんでこれからも頑張りたいと思います。応援ありがとうございました。はい、おめでとうございます。さあそしてですねウィメンズ B クラスです。そうですね、ウィメンズ B も、中盤逆転して、優勝されました。ゼッケン937番アブソリュートレーシング高橋道代選手、おめでとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。今年から JNCC 走り始めて、ここスズランのコースは初めて来たんですけれども、下見がものすごく辛かったです。上りもバイクで登るのも結構辛かったですけど、まあ、ミスをしないように、走り続けたらなんとか勝つことができました。ありがとうございました。はい、おめでとうございます。さあそして最後、WD クラスです。962番チームヤクホリ原田博美選手、おめでとうございます。ありがとうございます。Dクラスエントリーが1人ということで、でも目標は完走だったので、無事完走できてよかったです。ところどころスタックスイーパーの方々にだいぶ助けていただいたおかげでここに立つことができました。どうもありがとうございました。はい、おめでとうございます。はい、というわけでこの7人がこのスズランファン GP の各クラスの優勝選手となりました。さあこの7人にそれではシャンパンファイトしていただきましょうか。
ワンシャンパンファイト。はい、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。以上、各クラストップの皆さんでした。ホッテスターのご入手をさせていただきます。さあ、カメラをお持ちの方、ホッのフォトセッション行きますか。はい、それでは、誰かスタッフ後ろでこそっと、WDA の選手のバイクを支えてあげてください。スタンドがないんですよ。うんですよ。はい、硬い。硬い。はい、おめでとうございます。以上、ホッテスターワードでした。第3位です。ゼッケンナンバー06番クラブ THS 本原進選手、おめでとうございます。はい、そして第2位です、ゼッケン02番川瀬レーシング&高山短大川原重弘選手、おめでとうございます。はい、そして優勝はゼッケン01番城北川崎レーシングチーム山本忠選手、おめでとうございます。はい、先ほどね、各優勝者にコメントいただきましたので、インタビューを開催させていただきます。じゃあ改めて第4位です、オールドキッズ YSP 岩田陣馬剛選手、おめでとうございます。はい、大丈夫でしょうか。はい、まだですね。はい、ゼッケン2番千葉工大二輪部 OB 会伊藤千秋選手、おめでとうございます。一番向こうの方です。はい、そして第5位です、ゼッケンナンバー31番 YSP 横浜南&フルエナジー桜井貴人選手、おめでとうございます。そして第4位です、ゼッケン126番 YS ベータレーシング片永哲也選手、おめでとうございます。はい、第3位です、ゼッケン39番クラブ THS 小倉弘之選手、おめでとうございます。はい、そして第2位です、ゼッケン5番アルガー健二選手、おめでとうございます。はい、そして優勝は136番モトショップ橋本レーシング秋竹哲司選手、おめでとうございます。はい、このクラスだけはちょっとごめんなさい、一言聞きたい。第2位第3位の方、もう最後のバトルの時の心境聞きたいんですけど、まずアルガ選手。あ、お疲れ様でした。ちょっとウェアかぶっててちょっといまいちよくわかんない感じだったんですけど、一生懸命すごく速くて後ろついてるとなんかよくいい走りができたんですけど、自分が前に行くと焦っちゃって転んだりして結構大変でした。また頑張りたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。さあ、小倉選手どうでした、ラスト2周。お疲れ様でした。疲れました。下りばっかりで力んでしまって腕が上がってしまって、136番をマークしてたんで前回の年まで多分来るだろうなと。まあ、5番も昨日一緒にご飯食べてこうなるだろうなと思ってたんでまあでも楽しかったです。こうやってまあ普段こういうことでもしないと会えない人たちとこうやって話ができて一緒にお酒を飲めてよかったです。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。さあ、それではフォトセッション行きましょうか。はい、盾を見せてください。第6位です、ゼッケンナンバー249番 4EC 小林克彦選手、おめでとうございます。はい、そして第5位です、ゼッケン321番谷脇圭介選手、おめでとうございます。はい、続きまして第4位です、ゼッケン200
はい、223番松川選手おめでとうございます。で、3位の方、あ、間に合うかな、お名前まず紹介しておきましょう、ゼッケン334番西村智彦選手おめでとうございます。はい、第2位がゼッケン252番チームダートレンジャー小原康弘選手おめでとうございます。はい、そして、優勝はゼッケン234番バイクボンバーの滝村剛選手おめでとうございます。はい、 OK ですね。はい、おめでとうございます。以上 FC クラスの皆さんでした。はい、続いて F で参ります。しましょう。第6位です、ゼッケン645番平林弘明選手おめでとうございます。はい、そして第5位です、656番これ矢作レーシングでいいのかな、あ、はい、亀島義人選手です、おめでとうございます。そして第4位は501番、チームスライドライド高島拓海選手おめでとうございます。第3位は553番、Z プロジェクト西野純平選手おめでとうございます。はい、そして第2位は604番浦田ジャパン藤井勝彦選手です、おめでとうございます。はい、そして優勝はゼッケン506番チームスライドライド足立拓也選手おめでとうございます。お願いします。では、ダブル A クラスから参ります。ダブル A クラス第3位です。はい、ゼッケン905番山工房桜井恵子選手おめでとうございます。そして第2位はゼッケン904番クラブビアーズ岩崎佳代選手です。おめでとうございます。そして第1位はSRF& フェネック近藤香織選手おめでとうございます。失礼しました、1位のみですね。はい、WB クラス、第1位です、155番アブソリュートレーシング高橋道代選手おめでとうございます。はい、そして、WD クラスです、チーム役堀原田博美選手おめでとうございます。はい、それでは報道セッションいきますよ。立て見せてください。すいません、こっちお願いします。はい、まず10位の方からですかね。はい、第10位でした、262番浦田はじめ選手おめでとうございます。そして、第1位は02番川原茂弘選手おめでとうございます。さあ、こちらですね、KTM ジャパン様よりパワーパーツパワーウェアに使える商品券が入っております。はい、ぜひですね、 KTM のお店でお買い求めください。というわけでフォトセッションお願いします。はい、もう1枚いきます。お願いします。はい、もう1枚 OK です。ありがとうございます。はい、おめでとうございます。以上 KTM カップの表彰でした。さあ、そして、この後のクロスオーバーなんですが、お名前だけ紹介させ